大学体育館で行われた卒業式には、卒業生や父母らが出席しました。式では砂川雅則学長が、大学で養った考える力、他人と共同する力は、より良い未来を作り出す重要な鍵になりますと、卒業生を激励すると、人間健康学部を卒業した中川茜さんは、夢や目標を持って日々精進していきますと答辞を述べました。就職先が決まっているので、そこで、これまで学んできたこと、専門知識とか、あとは社会スキルを生かしながら、しっかり社会に貢献していきたいです。式の後にはサプライズライブが開かれ、かりゆし58が代表曲のアンマーや終わり始まりなどを歌い上げ、社会への船出を祝っていました。